春深く、小堀万太郎。かつて、磯部というところへ行ったことがある。上州のあの温泉の、二十九の春と覚えている。駒形にまだいた自分だ。みっともないから、ことの次第は言わない。 とにかく、その自分、今にして思えば、空な話。拉致口もない夢のような話を頼りに、私は、苔けみれんな毎日を送っていた。寂しく、味気なく、何をする張り合いもなく、陰気そのもののような、 毎日送っていた。その間で、ふっと、東京にいるのが嫌になった。どこかへ行くことだ。平常、どこへも出たことのない奴が、わけもなくそう思った。で、そのつもりにした。外へ出たついでに、 旅行案内を買ってきた。磯部を選んだのは、島崎藤村先生の、確か、目場合の中に、そこのことが出てくるのと、岡本喜道さんが、その少し前、そこへしばらく行っていられたというのを聞いたのと、そうした二つの理由からだった。 島崎先生と岡本さんの好みに合うところなら、どう間違っても大丈夫だ。一人でそう決めた裏には、安中だの松井だだの、延長の春だの梅がこうに出てくるそのあたりの、寂しい火の消えたような光景の自ら、 私に差し組まれるもののあったことは、もちろんだ。記者の中で読む二三冊の本と、原稿用紙と、万年筆と、外に一つ二つの手回りのものと、荷物といっては、それだけだった。カゴ一つでことを当たりだ。それを下げて、 4月の末の曇った午後、私はぼんやり一人で上野を立った。高崎で乗り換えて、5時頃、磯部へ着いた。そこで降りたのは私だけだった。切符を渡して、思った以上に小さい、人気のない、がらんとした停車場のコーナーに出ると。 茂り切った桜の若葉の雨を含んだ陰鬱な匂いが静かに私に迫った。あたりはもう灯しの欲しいほどに暮れかけていた。蓬莱館まで、二三人、私を見てそばへ寄ってきたシャフの一人に、 私は言った。宝来館がどういう家だかということを私は全く知らなかった。ただ、磯辺で最も古く最も大きい宿屋だということを記者の中で聞いただけだった。それも直接に聞いたのではなく、 大宮から乗ってきた二人連れの老人の、そのあたりのことを互いにいろいろ話し合うのを、ゆっくりなく、そばで聞いただけだった。だから、見るまで、方才館と書くのだとばかり、私は思っていた。方来館だとは、 夢さら思わなかった。車は両側に、不揃いな家の、退屈に並んだ、石坂道をぐつぐつ降りていた。道に沿って、水の流れている様が、そう思ってみれば、古い温泉の町らしい感じを、どこかに見せていた。が、そこには、 残る花の風情もなく、十分ほどで私は三階建ての大きなまとまりのない、いかにも宿や宿や,や,やした造りの汚れ腐った玄関の前に下ろされた。こんなうちか。すぐその時私はそう思った。 ひどく当てのはずれたのを感じた。最も古く、最も大きいという意味を自分にばかり引きつけて解釈した私は、それとは似ても似つかないものを所詮は空想していたのだった。案内されたのは3階の何番かだった。 そこへ行くまで薄暗い廊下をややしばらく右に折れたり、左に曲がったりした。せめてもの満足は客の少ないことで、同じように並んだ隣の部屋にも、その隣の部屋にも、人のいるらしい気配がなかった。 カラセジオユーバのいなくなった後、私は、障子の外に出て、欄干の下を見下した。玄関の前の植え込みに、遠く、ぽっつりと一ついた灯火の、静かな、無心な色が、悩ましい東京の方へ私を誘った。 夕暮れは濃く涙ぐましく込めた。湯に入った後でいたずらに皿数ばかり多く並べた禅の前に座った。川わの音が雨のように近く聞こえた。私はぬるい酒を我慢して飲んだ。と、会下の離れた座敷の方で カチューシャ、カワイヤ、別れの辛さ、と大勢で歌い始めた。聞くと、女中は、新州の小学校の先生たちの会があると答えた。その晩、早く寝た私は、あらる朝、てきめんに早く目が覚めた。 勝手の知れないまま、しばらく床の中でモジモジしていたものの、辛抱しきれなくなって私は起きた。雨の雨戸を開けると、昨夜あれほど近かった背の音が、静かに知らないふりに遠のいていた。顔を洗いがてら家に降りた。 昨夜はそれほどに思わなかったが、明るい中で見ると、湯船も古く、湯の色も深く濁っていた。それには、昨夜は誰もいなかった湯船の中に、流しの上に、身も知らない人たちが、仲間同士、それぞれに固まっていて、高声にわけもなく、 まめき合っていた。言葉から押して、東京でないことはすぐにわかった。体を拭くのもそこそこに、私は部屋に帰った。朝の膳も、昨夜に劣らないほどの品数を持っていた。ところ狭いまでに、いろいろ皿が並べ立てられた。が、 毒々しい色の刺身だの。コチコチに固まったフライだの。水のように冷たい吸い物だの。そうしたものばかりのどこに箸をつけていいかわからなかった。私の心持ちはしらけ返った。食後私は外へ出た。田舎田舎した好みの。 並べた石に気取りを見せた植え込みに、筒子の鮮やかに咲いたのを見ながら、門を出て、足の向くなりに、昨日車で通った道を逆に、停車場の方へ歩いた。空は昨日と同じように曇っていた。私は郵便局を探した。 聞くまでもなくすぐに知れた。電報を打つつもりで中に入ると、私よりも先に、その窓口に四重格好の、滑覆のいい、ひげを蓄えた、どこかの宿の泊まり客らしいごしらえの、紳士が立っていた。はて、私は我にもなく注意した。 見ないふりにしげしげ見守った昨日別れてきた東京の匂いがそれほどもう私に珍しかった郵便局を出てから薄井川の方へ歩いたこもったままにして薄日がさしてきただんだん水の音の高くなると一緒に 家並みが尽きて、しらしらと冷たく開ける瓦の光景が、間もなく私の目の前にあった。話はこれだけである。その日の夕方、私はそこを立って東京へ帰った。なんだ、拉致もない。読者はおそらくそう言うだろう。 私の思わせぶりな書き出しに誘われた読者は、おそらくそう言うだろう。が、それに違いないものは仕方がない。もし三、四年前だったら、私は事のついでにこれを小説にしたことだろう。小説にしないまでも、渡瀬川の背の音の、ふけて、 いかに悲しく寝覚めの枕に響いたかということを、山鳥の斧長々しく書きくどいたことだろう。残念なことに、そうした鍛錬さを私はすでに失った。これを要するに、島崎先生と岡本さんの好みに合うところなら、 思ったのが、そもそもの間違いだった。島崎先生なればこそ、岡本さんなればこそ、それぞれ折り合えるものも、見出されたのである。三十前の、生若い、両見の決まらない、たじれ切った私には、頭で無理なところだった。あまりに乾きすぎ、 あまりに沈みすぎた。例えば、風の絶えた墓原のように、私には心細い場所だった。本当の一日一晩、時間にして二十四時間と、私はそこにいなかった。でも私には、 四日と五日いたほどに寂しく感じられた。できたら十日と半月いて仕事の一つもしてと思って持って行った原稿用紙を入れたままのカゴを下げてその晩上野の停車場の改札口を出たときそのあたりの 見るるように明るい灯火の色が、私には全くかけ構いのないように冷や,やかだった。温泉の町の川田に作くるよさむかな。それから四五年して、ある人のところでよさむという題を課せられた時、私は こうした句を作った。磯部のことを言うまでもなく思い出したのである。それが4月の末であったにもかかわらず、私には日を減るにつれてその思い出の、なぜか秋の色に寂しく染められていくものがあるのである。 おしまい。